さっき昼休みやろうとしたくせに。てめえさっき昼休みなんかチョコ出そうとしたくせに。あ、すいません、こんにちは。いや、ここ献血ストリートだって知ってました？僕今日献血しようと思って、はい、そうそう、今日献血しようと思って、そしたら断られて君は献血できないねって言われて、今この献血したい気持ちをすっげえ持て余せて、お姉さん僕の分も献血しませんか？2倍しませんか？僕が献血断られたりとかする。あ、そうなの？あ、なんで断られた？僕は性病じゃないですよ。そこはなんかプラセンタ打ったことがあるとダメって言われて。あ、そうえ、やっぱこの意識高いって有名なんで僕は。なんで断られたんですか？あ、貧血気味違ってない。マジで？やっぱ血必要ですよね。そうですね。お休みなんですか？そうですね、はい、平日休み、はい、最近どうですか恋の調子というか。はい、パートナーいる？結婚されてるってことですか？そうなんですね、早まりましたね。東京に？旦那さんと一緒に出てきたの？旦那さんがこっちの人で。はい、だったんですけど。あー、そうなのね。いつ頃来たんですか？コロナ前、3、4年前ぐらいに。来たらいきなりコロナみたいな。急に24時間顔合わせるみたいな。2人ともにずっと家にいるみたいな。販売員ってリモートにもなるわけ？じゃあ出勤はあるけど。そう、それはだって結婚したばっかで俺らめっちゃ時間あるやん。旦那がちょいちょい転勤してるぐらいの方がええみたいな。っていうかなんかおしゃべりスイッチ入ってますよね。ちょっとマジ聞くんで、僕聞くだけはできるねって言われてるんで。はい、カフェ行きませんか？そう、全然任せてください。任せてください。はい、旦那さんとどこだ？北海道だっけ？北海道どこですか？帯広で、向こうにずっといて。向こうで旦那さんとやったんですか？そうですね。へ、旦那さんは東京さん、どうやって出会ったの？なんかアプリとか。北海道で人やったの？うん、あ、あったんだ。それでちょいちょい東京とか来てたわけ？そうそう、どれぐらい付き合ってたんですか？3年ぐらい付き合ってたんだ。結婚したのはコロナ前でしょ？子供とかは作んないですか？コロナ中に旦那さんとの仲間を遠くなってったの？家事手伝ってくんないみたいな。自分は販売員でちょっと家で出てるわけよね。旦那さんの方がいるわけよね。俺の方が偉いみたいな。俺の稼ぎで、お前は支えるべきだみたいな。その休み時間に何の休憩券かけ、ちょっと俺30分ぐらいあるからちょっとどうかなみたいなのを入れてくるわけ。それはでも乗るわけ。昼休み、仕事頑張った頑張った。で、旦那はそれを高ぶった気持ちを仕事に切り替えるわけでもなく、そう思ってるんで、ちょっとなんか嫌味が多くなってくるみたいな。俺仕事してんだよみたいな。さっき昼休みやろうとしたくせに。てめえさっき昼休みなんかチョコ出そうとしたくせに、何仕事とか言ってんのみたいななるよね。ちなみにだけど、北海道と沖縄は荒れてるって話を聞いて、進んでるというか。20歳ぐらいも結婚して子供産んでんの？中学生ぐらいでみんな初体験しませんの？関東の人、俺ちょっと男子校だったからあんま知らないんだけど、そんなことないと思う。あと何？やっぱり北海道はやれ鹿が現れたとか、やれ熊が現れた。熊は、ね、やっぱ出てくる。あんの？
物置高層建。木造建築だよね。木造じゃないか、なんか。プレハブみたいな感じ。なるほどね。え、で、旦那とラスト長くなったのいつなの？コロナ中、拒否ってたんですよ。今出勤してるでしょ。多少は復活したのか。拒否って続けてんの？あ、2ヶ月ぐらい。ラスト会ったの2ヶ月ぐらい。旦那それどうすんの？旦那はめげずに誘い毎日言ってる。それかわいそうだけど。なるほどな、オッケー。かわいそうかな。まあまあまあ、でもまあ外出たら多少発散してんのかな。多分家にいてやばきょうみな完成。私も好きにかわいそうでしょ。やっぱり東京はやっぱりね、男性たちがめちゃめちゃおるから気にしたらいいと思うよ。今日ちなみに1日休みでしょ。旦那は出勤してんでしょ。今日も拒否るわけでしょ。まあ俺はちょっと君は血が足りない。俺は血を献血したいってもあるけど、でもそれでダメって言われたから。あの今からうちで北海道フェアみたいなのやんないですか。豚丼作ってよ。なんでなんで。君は豚丼作り、猫飼ってんだけど、うん、俺が猫と二人で物置を壊すからちょっとでっ。あ、うちに呼ばない？北海道の人うち呼ばない？もう田舎出身だから家来るみたいなのないですか？ラフでしょ。東京なんかあんまないよね。東京寂しいなって思って。イエス。一人暮らし。いいよ。じゃあ豚丼作る。うん。激アツ。マジで俺ちょっとその豚丼普通の味付けじゃないの？なるほど。じゃあその間猫といろいろ俺スタンバってこ。あ、じゃあちょっとタクシー乗りますか。します。ちょっととりあえずまっすぐ行ってほしいんですけど。7万人突破しました。10万人いくぞ。10万人いった暁にはとんでもないビッグプレゼントを準備してますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録まだの人お願いします。あと今のうち LINE 登録もしておいてください。あざっす。